はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の加法定理の応用丸2、3倍角の公式編をお送りします。で、前回からね、この加法定理の応用ってことで、前回は2倍角の公式をやったんですけど、今回3倍角いきます。で、今回はポイントなしでもう書いてあるっていうね、これ3倍角の公式です。 sin3α で、こっち cos3α で公式なので、結論としてはこの2つ覚えてねっていう話なんですけれど、一応今回問題として2つの証明を、ね、問題で扱いますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって分かんないなっていうのがあれば、今からね、両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあまずね、 sin3α の証明からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあまあサクサクっといきましょう。で、さっきも言ったように、今回覚えてほしいのはこの2つですもんね。あの、前回は sin2α、cos2α、タンジェント 2α をやったんですけど、sin3α と cos3α です。で、出題、まあ、出現頻度とか、まあ、使うね、使用頻度か、としては、あの、2倍角の方が圧倒的に多いです。よく使うから、2倍角は。けれど、なんかね、難しい問題の時とかの、ここで使いたいって時に、たまに出てくる、3倍角って。で、覚えておかないと、そこで手が出なくなってしまうので、ちょっとややこしいんですけど、ぜひね、こう2つ押さえておいてください。ではまずサインの方からね、証明していくと、これ両方とも方針全く同じです。加法定理と2倍角両方使います。で、まずこれもサイン 3α 左辺から崩していくので、でね、ちょっと書く量が多いからちっちゃくてごめんね。で、サイン 3α をどう崩すか、まずこれ 3α を 2α たす α に変えます。で、もちろん2たす1で 3α に戻るから、これ OK だと。で、こうすると、sin ほにゃららたすほにゃららになるので、加法定理が使えると。で、加法定理を使うと、sin2α、cos3α、この辺があれって思う方は、ちょっと前の動画でね、加法定理やってますんで、そこね、確認してみてください。で、cos2α でしょ。で、sin α か。で、こうなります。で、sin2α、cos2α、両方とも2倍角前回やってるので、ここでまた崩すと。で、崩していくと、これまためんどくさいんですけど、sin2α って、2sin α、cos α です。もう一回言うよ。2sin α、cos α。それに、cos α かけてるから、cos とも2乗になるよね。で、だから全部くっつけると、2sin α で、コサイン二乗アルファになります。左側ね、こっち側だけで、コサイン2アルファの方はこれ結局全部サインに変わるのね。3倍角、これサインはサイン、コサインはコサインなの。だからこれサインに変えたいので、コサインが消えるやつの変化にします。前回やったように、コサイン2アルファって3通りあるんだよ。あの、コサインとサイン両方使うやつ、コサインしか使わないやつ、サインしか使わないやつ。で、今回はサインしか使わないやつ、つまり 1-2sin2α、 これを使ってください。で、後ろに 3α をかけると。で、この後にまだコサインが生き残ってる、これもサインに変えたいから 2sin α で、二乗っていうのは 1-sin2α に直せるでしょ。sin 二乗プラス cos 二乗イコール1だからさ、もう毎回使ってるやつね、これね、本当によく使う。だからこうなる。で、後ろちょっとある、意図的にね、ちょっとそのまま書きましょうか。で、こうなりました。で、ちょ、本当はね、いけないんだけど、書けないからこっち行くよ。で、配ります。 2sin α をこうやって配っていくと、2sin α で、こっち配るとマイナス2/3か、 2sin3α です。ここまで終了。で、こっちは sin α を配るので、プラス sin α で、ここもマイナス2sin3α となります。入ったね、よかったよかった。で、あとはまとめる。これとこれ計算できるから、3sin α、これとこれ計算できるから、マイナス4
サイン3乗アルファ、まあ俺の書き方はね、これが右辺と一致しましたよって、本当はよってとか書いてもいいんですけど、ちょっと今回これで終了にします。だから OK みたいな。つまりもし証明問題、多分ね問題集とかたまにあると思うんですけど、定期テストとかで出された場合はもう 2α 出すと α に崩します。で加法定理使う。で加法定理を使ったら2倍角で崩すんですけど、サインだったらサインだけにしようぜっていう風にやっていくと楽です。必ずたどり着けるから最後。いいかな、これが公式でもってコサインの方もいきましょう。でこれも同じね、やり方はで同じように左辺ね、コサイン 3α を 2α 足す α に分解すると。でまず加法定理、コサインだからコサインコサイン、こうだね。でプラスがこっちはマイナスになるから、次はサインサインです。でこうなる。で同じようにやっていく。結局はコサインだけにしたいから、まずコサイン 2α、 ここ気をつけようね。さっきはサインを使って変えたけど、今回はコサインの方に変えます。2コサイン2乗 α マイナス1で、コサイン α 後で配りましょう。でマイナス、これさっきと同じね、2サイン α コサイン α だから、2サイン2乗 α コサイン α になります。サインがもともと一ついるからね、それ加えてサイン2乗になると。でさっきはコサインを消そうぜだったんだけど、今回サインを消そうぜだから、ここ消したいんだよね。であともう、あまだ入るね、2コサイン2乗 α マイナス1コサイン α マイナス2のここか。でもこれあれだね、配りたいからちょっとコサインこっちにくっつけちゃうんだよ先に。2コサイン α でそのサイン2乗が1マイナスコサイン2乗 α に変えることができます。で配ろうと。でコサイン α ね、配ると2コサイン3乗 α で配るとマイナスコサイン α と。でこっちもマイナス2コサイン α を配るから、マイナス2コサイン α、 ここに1に配るとね。でこっち配るとプラス2コサイン3乗 α 入った、あ OKOK となると。であとはまとめるだけ。こっちに合わせたいんで、コサインから先行くとマイナスコサインとマイナス2だからマイナス3コサイン α で、こことここくっつけるとプラス4コサイン3乗 α で右辺と一致したよねって、これで OK となります。もしね定期テストとかで試行のね証明ものが出されたら、こんな感じでやってみてくださいけれどね、最初にも言ったんだけど、覚えてほしいのはこの2つです。で、結構これごちゃごちゃしやすいんですけど、俺がいつも覚えてる方法は、これ参考にしなくていいからね、いいんだけど、コサイン、3α、コサインの 3α もサイン 3α も、3143って覚えてて、ずっと。31乗43乗なの。3143。こっちもそう。3143。で、符号に関しては、サインの方がプラススタートって覚えておくと、プラスマイナスマイナスプラスって全部入れ替わってるだけなんで、この3143の組み合わせだけ間違わなければ、自分は結構それで覚えてきてるので、まあいけそうだなと思ったら使ってやってください。いいかな。では今回は高校数学数2の加法定理の応用2、3倍角の公式編をお送りしました。今回もねここまで見ていただいて本当にありがとうございました。でこのシリーズもう一個半角の公式がねありますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。じゃあ今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。